さあでこれもね苦手な子が多いんだけど今度は光学異星体、まあ、別名ある物質を鏡に映した時この実像と鏡像が同じものになるか違うものになるかそれは結局重ななるかかどうかなんです例えば黄色と緑を揃えようとするとこうです赤と黄色と緑を揃えると赤と白がずれちゃうよね。なので一見同じように見えても違うものなんです。 こういうのを互いに胸像異性体の関係にあるね、それを別名光学異性体の関係にあるという言い方をします右手を鏡に映すとこうですでちょうど手のひらがこう合うでしょでこれとこれは実像と胸像の関係にあるんだけど一致しているようでこれは別のものですいい実像と胸像というのは鏡に映し出してるから似てるよ似てるけどこれは全く同じものではないわけです ね、なのでこの物質には対称性がない対照面がないので実像を鏡に映した時には別のものが見えるから互いに光学異性体の関係にあるという言い方をします。